そう、出るらしいんだよ。カンザリトンネルにさ、あの煙のバゲモンに襲われて死んだ作業員の霊ってやつが。でもトンネルなんて言ったら大人に怒られる。バレなきゃ大丈夫だろう。面白そうだけど、男子と夜に遊ぶなんてみんなに冷やかされそう。いや、お前らどうでもいいんだよ。お前ら違うって、今の俺は悪魔のささやき。全然言い訳になってない。あんたが本体でしょ、悪魔の。が、新田先輩のカスタムパワーで何とかしてくれよ。うっそ、園部なんで。こういうのって園部苦手じゃん。園部行くなら私も。マジかよ。女子二人になって。やすみ、ちょ、まさか。